私を勝利へと導いてくれます。ミネア同士、俺も全然ミネア使ってないな。お互いミネア初心者。神竜が一番増やしたくて、次がなんだダークドレアムで、次がオルゴデミーラって感じかな。であと相手のデッキも増やせるから、未来は僕らの手の中。来た、いいねいいっすね、いい態度だ。いいんじゃない、いいんじゃないいやいや、ちょっと待って、音がでかい、ちょっと待って、ちょっと待って、音量調整する。音がでけえ、めっちゃ強いよね。あ、見てなかった、バルンバされてる。まあ、バルンバでもいいけど、ここはちょっと、そうそうそう、まあこのあれだったらあんまり相手のする意味なさそうだけどね。殴っておこう。いや、これで、うおー、かっこいいこれ初めて見たわ。まず陸の世界の今回ピサロは盤面にユニット残しやすいカードが多いからガナサダイが思ったより強い。まあ、だいたい弱いって言われたレジェンドは強い説もあるから。わあ、この曲好き。これ取んないといけないのまずいよね。バルンバぐらいでお茶濁ししとくか。高校はやっぱきついね、ミネア。ミネアクールアリーナみたいな。ミネアの時でやっぱきついのはさ、高校できついのはミネアとククールとアリーナだよね。テンションスキルが全然盤面に出せないからってなったら、ブラッドレディ入れるかってなるけど、ミラーだったらやっぱ鬼強いと思うんだよね、ブラッドレディも。ただミラー以外でねーってのあるな。なんかてか、たとえブラッドレディ入れててもこれ返せないし、まあ一応返せるっちゃ返せるけど。この曲好きだわ。大魔トゥー回ってんな。これどうしよう。トルネコはでもなんかあるじゃん、アロドクとか。これ倒した方がいいかな。彼倒した方がいいかな。お前さ、ヒロ、お相手回ってる。でも倒さないとしょうがないよね、ニュー立ちだから。おお、それで私を倒したつもり。原作再現、何にしようかしら。次何だったっけ。2回攻撃倒さない方が良かったかな。私氏プレイングミス、こんばんは。こんばんは。この曲好き。彼も侵入でやってしまえ。やばい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 。でも相手の方が早いんだよね、侵入チャンスが。いじめられてる。その竜気兵あたり欲しいね。私のターンです。あー、そっか、こいつ仁王立ち持ってんのが強い。もう、いや、いいんだけど。あー、知ってる知ってる。覚悟はよろしいですね。ちょ、天変地異で返していくぐらいの気持ちでいこう。メラリザーディング。おい、自分のターン中に死んでも次の携帯のカードがすぐ手に入るのがすごくいい。確かにデッキとかにしてほしいわ。なんだこの
顎は。怖い。怖いが。多分メラリザードもネタじゃないよね今全然。今下目には出せないけどさ、22貫通二王立ちってやばくない？1コス22貫通二王立ちって。コドラーよかった。これ効果発揮しないよね。二王立ちは発揮するけど。みんな使ってんの？もしかして神竜が2枚も当たったから使ってるんだけど、みんな使ってんのか。だよね。天変地異からの神竜でまくれそうな感はあるよね。ただ基本楽しいよね。テンションは絶対上げときたいでしょ。ってなったら次天変地異使うから竜の台頭からいくか。覚悟はよろしいですね。強い竜騎兵。竜騎兵お前引くよ。4コス55二王立ちでしょ。神竜使いたいんだよね。神竜に打ち身手に入れてないけど、打ち身がさ、まあ今回はないんだけど、打ち身使えたらさ、えっぐいことできるから。まあ相手の神竜打ち身できるかもしれないし、でも今回神竜はないはず。 OKOK3 ダメでしょ。え全然良くないけど全然良くないけど。ブラックドラゴン強いよね。持ってないわ。当たらなかった。あ、ブラッドレディ入れてるんだ。器用に取ってきたね。いやいや、そんな取れないな、天変地異で。おいおい、どういうことだい。天変地異。お？割といいんじゃない？当たり方としてはよかったんじゃないか。ブラッドはほんま強いわ。もう未だにブラッドアンチだから。バルンバ、バルンバ、ルンバ、どこの北海道の時計塔に出現した男。おい、親友のために手札使っていきたいね。この牢に送りも取るなよ。そのための牛取りですよ。てかこれ余裕で返せないかねえ。待って、これ返せるんじゃない簡単に。え待って、これめちゃくちゃ強くない？え天変地ありかも。全然はいって感じじゃん。はこれエステラサーキープの方がいい気がするわ。どうしよう。それこれリザードマンとかでよくない？なんか銀のタロット。テンション上げて。リザードマンとかで十分じゃない？手札使っていきたいのはあるけど。ルル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 。
おい嘘だろ、これちょっともったいなかったかな。もったいなかったかな。まあちょっとククールと当たってないか分かんないわ。今まだ楽しんでいる最中。え、これやばくない？何にしようかしら。牛で返してテンション上げるとキラーマシン、これはやばいわ。ヒロ強い確信わら。え、これ天変地異が、今までってそのコントロールとかでもちょっと遅すぎてみんな入れなかったじゃん、割と。さ、未来を私の手の中に。え、これ神竜のこととか考えると、これ天変地異全然ありじゃない？だってこっからキースドラゴンとかさ、天変地異した後出せばめちゃくちゃ強いじゃんこいつ。わかんない。やっと顔湧いてし、何この通信中、何これ。これ心流バグとかないよね。まあ、ダイマドはあるならあったでいいと思うけどね。ほぶつけりゃいいじゃん。なかなか読みづらい未来だわ。あー、どうしよう。運命の一つ。ナイスデース、ナイスデース、ナイスデースじゃんこれ。こう、こう、相手のをパクるという、別に自分のでもいいけど、すべてで、これでキースドラゴンと相打ちレナでしょ。おいおいおい、ここは法治国家の日本ですよね。ここは法治国家の日本ですよね。法律が通じないのかこの国は。おい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 、何が起きてるんだこの国に。やりたい放題だ。明らかにおかしいだろ、明らかにおかしいだろこれ。キラーマシン、シャドーバース始めた。クジャクソン、シャドーバース、発育の暴力、シャドーバース。あなたもう見えませんわ。所詮エッチなものに頼るしかないようだな。ドラニネの後半の強さは異常。ピーナッツチョコバター、今来ました。いやいや、こんにちは。グレイナルより強いなこれ。星ドラリン、やばいっすよ。はぁ、やばすぎわろた。タツの隠し子、これはシャドーバース案件だよね。インフレがすぎる。兄弟、兄弟も仲良くしてる。ブラックドラグーン。あーって、あーって、お相手しプレミでは言って、相手も結構強いな。なかなか読みづらい未来だわ。おめえ仁王立ちないんだろ。もう一神竜に移し騎士を移るか。まずは先ドロー。ゲイヤー、いいっすね。オルロデミラー。おい、どうしようこれ、どうしよう、誰を映し見しましょうか皆さん。イステラもなんかすごいことになってるし、ピーナッツチョコバター、オルゴ引いていく。何を映し見せりゃいいんだ。いやでもそれでも神竜だよね。
や、ちょっと待って、これで真理やっちゃったらテルダあれなっちゃうんじゃないかな。エステラ打ち、エステラ打ちみするか、エステラ打ちみしよう。いやもう真理あと2体いるからデッキの中に、ここはエステラにエステラを打ち死み。タララタララタララ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 、さらにオルゴデミア、音楽の暴力。私のターンです。これには東京楽器楽団もむっこり言えてなかった気がするけど、お前にエステラが取れるか、エステラが取れるかい。エステラの暴力、エッジ女、どこかにいい男はいないかしら。ここにいますよ、グランエスタードの王族。でもこれさ、ドラゴンじゃないからだよな。どっけ、じゃあこれ6ダメランダムか。シェンロン一番いいとこじゃない。そうか、強くなるんだ、忘れてた。きったね、きったね、おのれよくもやってくれたな、きったね。なんだお前、一人でお前アホ遊びするな。プッピー貫通お疲れさん、すべての力を解放します。どう貫通やぞ、おらー、本当に汚い、おらー。なんなんだいこいつは。ピーナッツチョコバター。おい、シャドーバースじゃんこれ。演出長い。終わりです。そっちかよ。豆腐。やべえ。特別あんたの勝ちってことにしてあげる。ありがとう。の隠しを。なんだこれ。わらわら。はい、やりたい放題。プッピー。クソやん。わらわら。はい、やりたい放題。音楽も暴力、キーファー、あ、女声なんだあなた。確かにキューコスでめちゃくちゃできるよね。もうこっちでよかったかな。しかしまだ諦めない。まだ諦めないな、お前は。何を引いてきたんだい、言うとやばいかもな。ピーナッツチョコバター、ガードレコなければ勝ち。いや、この世界のかけるね、キラーグース。おいおい、こいつは超貫通だぞ。キースドラゴンならもわー、シェンロン出して、シェンロン出して、全ての可能性を。ミコスじゃ無理でしょ。ちょ、魔術師が可愛く見える。プッピー、言うて超貫通やろ。星空凛、今更魔術師が昨日までの